って旅をしておはようございます。とも近藤です。かりです。いやーちゃん、はいよいよですね。はい、我々がこの 1K に引っ越してきて、はい、1ヶ月が経ちました。早かったね。時の流れめちゃくちゃ早いな。めっちゃ早いなあ。この1ヶ月さ、めっちゃ早かったけど、何してた？アニメ見てた。そうだな、ワンパンマン2期に到達したな。そうだね。こんちゃんは？俺？前髪が短くなった。それはごめん。これぐらいあったのに。そんな感じでね、1ヶ月経ったんだよ。そうですね、もう経ったんだよ。もう 1K に同棲して1ヶ月暮らしている身からして、我々の買ってよかったものトップ5をですね、本日は紹介していこうと思います。やっぱりそれぞれあるわけじゃないですか。あ、そうっすね。そうそうそう、これ買ってよかったみたいな、こうめでたいみたいなものはね、結構あるわけじゃないですか。こうやってあ、お前は行ってよかったなみたいな、そういうものをね、ちょっと紹介していこうと思うんですよ。なるほど、聞いてねえだろ。というわけで、じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。それではまず1つ目。はいはい、まあちょっと待っててくれよな。よいしょ。はいよ、いけよ。何アピールやねん。ではですね、一つ目の商品はちょっと頼むわ。待って1年やってるやろ。では1品目がですね、こちらニトリで買った簡易机と、アマゾンで買ったキッチンラックのキャスター付きのやつ。これ便利やな。これ便利だね。私たちは今仮住まいだから、ここが安いものでペンって揃えちゃったっていうのは正直あるんですけど、やっぱ 1K に住んでるんですけど、結構狭くてキッチンが。そうだな。調理場、水場、隙間ないみたいな、切る場所みたいな、切る場所ないよなくて、だから切る場所を確保するためにベッドでこれを用意したって感じですね。3000円ぐらい、2000ちょっとぐらいだっけ、2、3000円、2、3000円ぐらい。全然安かった。そう、安くて、欠点としてはそれ、私150cmなんですけど低い。そうだな。あとはやっぱこれですね。はい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 、上にさ、あんまり収納するとこもないので。ないね、パンパンになるよね。そうそうそう。ただ食器棚の奥には 1K だとちょっと狭いし、これをもう下にじゃあ確保しちゃえばいいじゃんっていうことで。これ賢いな、あんちゃん。これね、そう賢い。自画自賛やめ。2000円ぐらいですごい安くて、これにしたんですけど、もっといいやつとかも結構あったので、キッチンラックみたいな感じで検索すれば、机の下収納とか検索するともっといいやつとかも結構出てくるので、ぜひこれは使ってみてほしいなと。あとはそうですね、節約してる方は100均の食器おすすめします。結構使える、全部これ100均で、レンジ OK のやつとかも結構多いので、全部揃うしおすすめだね。そうだね、茶碗からお椀から平皿からグラスから箸まで全部100均やから、全部揃うからおすすめです。ですね。はい、2つ目はですね、あちゃん、はい、こちらのカーペットでございます。おー、これいいよね。これマジでね、気持ちいいんですよね。気持ちいいね。ニトリで買ったよね。そうだね、1万ぐらいするやつ。そう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 、大きさが大きさやからね。そんな俺でもこうやってバーンってやっても全然余裕みたいな。あ、こだわりにこだわり抜いてましたからね、この素材に、こんちゃんが。めっちゃ気持ちいい。1枚の価値はあった。そう、ある。 1K ってやっぱりさ、部屋がそんな広くないんですよ。そうですね、正直。はい、だからソファーを置きたかったんだけど、ソファー置くスペースがちょっともったいないみたいな。いっそめちゃくちゃ気持ちいい絨毯買って、はいはい、ここでもう座るみたいな。ここで作業するし、ここで昼寝もできるし、ここでご飯も食べるしみたいな。そうだね。そう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 、生活の半分くらいここで過ごしてるもんな。間違いない。ここでお昼寝最高だもんね。こっから日当たりがね、高校生できる。お気に召しててよかった。3つ目はこちらです。歯ブラシ、鏡、バリみたいな名前そうなんだよ。ダイソーでこれ買ったんですけど、吸盤がついてて鏡とかタイルとかに貼り付けることができるんですよ。はいはいはい。でなんか 1K の洗面所とかって基本的にマジで場所がないんだよね。そうなんか物置く場所がない。そう物置く場所が全然なくて、コップとか絶対置けないよね。なんかこうちょっとでもスペースを減らせるように、こういう便利グッズはそうだね、そうおすすめかなと思います。同性の代名詞と言える、あるじゃないですか。洗面台にマグカップ置いてあって、そこにお揃いに歯ブラシ入れるみたいな。それの最新型みたいな感じ。あ、多分そんな感じ。雑じゃね。で、この歯ブラシとこの吸盤の間に隙間があるんですよ。そうだね。そう、これあえて作ってあって、その歯ブラシするときにコップとか使う人いるよね。その人用に歯ブラシと一緒にコップを一緒にセットできるみたいな。そうだね。そう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 。コップどこ行った？え？コップどこ行った？コップは今はない。多分どこも転がってるんだけど。ね。はい。はい、続いて4つ目なんですけど、はい、こちらですよ。こちらもういつもここに置いてあるやつ。そうですね、こちらポップインアラジンのプロジェクターですね。これめっちゃいい。これはめちゃくちゃいい。そうだね。もうこれは本当にもう今の生活になくてはならないものやな。引っ越しの時にこんちゃんが引き連れてきたやつやね。引き連れてきたやっぱうちテレビないからね。テレビがないから、まあ、これでテレビ見たり、またまあ YouTube 見たり。そうだね。そうサブスク関係も全部これで見れるから、もうなんか一日の終わりに「あ疲れたよし今日もアニメ見るぞ」っつって。ワンパンマンが楽しい。最近ではワンパンマンワンパンチ見てる。ワンパンチずっと見てるけども一番最初本当に多分 YouTube の初期の頃にプロジェクター持ってることを伝えたんや。多分あ旅中に持ってきますみたいな、ね、そうそうそう。一回も結局見なかったやつがあって本当に一回も見てないよねでもこれの方がちょっと大きい分明るさが強いんよね。そうだね。そうだからなんかもっと大画面で見ても解像度もいいし、じゃあ電気例えばちょっとついてでもまあ見れるしみたいな。そうだね。大きさもなんかね自分でこう角度調節をこうピッピッってするだけで台形補正みたいなできるし、テレビなんか置くスペースもったいないなみたいな人とかはぜひおすすめしたい感じかな。そうですね。ではラストですね。5つ目や。はいもうラストですからこんちゃんさん。はい。これはもう気合が入った商品を渾身のやつ、渾身のプレゼンだよ。商品をお届けを。はいダイソーのマグカップまあ節約したい人向けなんですけど、まあちゃんとねハートが連なるやつとかマグカップいろいろあるじゃないですか。引き出物みたいな。そうそうそういろいろあるんですけど、まあ、100均でもまあね柄が違う感じで、いや全然結構まあ可愛いっちゃ可愛い。そうそう、はい、こんな感じでお揃いで揃えることは100均でもできるので、はい、おすすめかなと思います。あとこれ味噌がですね、じゃあ一緒にいきましょうこれ恥ずかしいねいきます。せーの。怒れると思うこれマジで恥ずかしいでも可愛いほらね。まあでもなんか100均にちゃんとしてるかなとは思った。そうだね。なんだかんだな使ってるうちに1ヶ月使ったら愛着湧いてきたから。そうだね。ありかな。あり、ありです。まあでもこれもそうやけど結局さ食器関係、お皿とかコップとか箸は全部いってるね100均で。そうだね。まあでもほんと100均のものほんとここに何個あるかってぐらいめちゃくちゃある。ダイソーにはお世話になっとるでな。間違いないです。なんかありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。同棲する方のもしくはもう住まれてる方の参考になればと思います。そうですね。はい、それではまた次回。バイバイバイバーイ。こちらニトリで買った簡易机と、アマゾンで買ったなんかキッチンラックのなんかキャスター付きのやつ。カーペットでございます。おーこれいいよね。これマジでね。ダイソーでこれ買ったんですけど、吸盤がついてて鏡とかタイルとかに貼り付けることが、ポップインアラジンのプロジェクターですね。これめっちゃいい。これはめちゃくちゃダイソーのマグカップ